です。バーナラリンです。ナティです。モモです。はい、今回なんですけど、当店バーナラは藤枝駅の北口から徒歩1分ってずっと歌ってるんですけど、実際のところ藤枝駅の北口から本当に徒歩1分なのっていう検証をしていきたいと思います。ちょっとさ、これさ、なんかふざけすぎてるかな。いいでしょ。でもやっぱさ、分かんない人がさ、藤枝駅からさ、うん、本当に徒歩1分まで歩いちゃうかもしれないじゃん。もしかしたら過ぎちゃってるかもしれない し途中でなんか1分ここなんだけどってなるかもしれないんで、今回は体を張って検証していきたいと思います。はい、で検証内容がまず徒歩、競歩、そしてダッシュの3種類でちょっとね検証していきたいと思います。それぞれ徒歩で何分なの、競歩で何分なの、ダッシュだと何分なのっていう検証をやっていこうと思います。はい、ではどうぞ。
43.81 秒でした。素晴らしい。競歩できてもらえれば43秒でつきます。はい。はい、続きまして、もう1秒でも早く奈良に行きたい、奈良で1秒でも早く飲みたい、そんな方ダッシュしてください。ダッシュ、ダッシュの結果どうぞ。ダッシュ 19.15 秒。お疲れ様です。ダッシュ20秒です ね。そうだね、ダッシュ20秒、うん、すごいね。他の方の迷惑になるのでダッシュで行ないようにしてください。8時から開けてますんで、ゆっくり徒歩で来てください。はい、こんな感じで今回は藤枝駅の北口から本当に徒歩1分のところにバー奈良はあるのか、そして競歩だとどのくらいなのか、ダッシュだとどのくらいなのか検証してみたんですけど、こんな感じで今回の動画がちょっとでもいいな、面白いなと思っていただけましたら、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録、ご来店お待ちしてます。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。